はい、おはようございます。富士、おーでぐるぐるぐるピッて止めたりして。おはようございます。今日は、豆腐チャンプルでございます。豆腐チャンプルの、もうのっけのっけで、ご飯がこうなりました。ショート動画撮ったらのっけのっけ。ショート動画で思い出したんですけども、これは、大学母ちゃんが入れるんですよ、たまに。そのショート動画した。そしたら、下の台が映るんですよね。これ挑戦していったら、いろんなものを下に刺していったら、それが下にあるんですよ。それを、母ちゃんがショート動画の時撮ってます。いつも撮ってます。気になさらないでくださいっていうことでいただきます。でですね、先日冷ややっこにですね、やっこだったんで味がついてなかったんで、これをかけたんです。誰かこうやってて、クエスチョンやってる人いますから面白いですよね、愛して。これはですね、これにかけたら本当は美味しいんですよ。まず。調味料っていうのは、かけるものなんですよ、こういうものは。これをご飯にかけるって決めつけようがあるんですけど、こういうのからスタートなんですよ。タコライス考えてみてください。タコライスはタコスに入れてるもんですよ。ライスに入れてタコライスになったんですよ。豆腐チャンプル、ライスなんですよ。あの人の文句言ったら怒られますけど、これをここにかけたら、私が作ってね、ケチつけてるみたいなのがダメじゃないかってめちゃくちゃ怒られました。だから、またそれをまた YouTube で言うと、二重に怒られます。だからここでは入れないでくださいっていうことですね。ここで言ったらダメなんですよね。で、この動画は伸びませんよ。ここにこう入れてこう食べてる動画なんか誰が面白いですか。ここにガーってかけるから面白いんですよ。でもですね、一緒にやってる夫婦の日常生活なんで、ダメとやれれば伸びない動画を作り続けるしかないです。あの人がダメって言うんで。はい、これでここに入れます。はい、豆腐も入れます。はい、ですね、アイコンがやーってなってるでしょ。何さん、まあ、検索してたらすいません。誰かわかんないです。その人が、豆腐チャンプルの、あ、冷ややっこのおかかは美味しいんですかって言われました。あれは味が、ドレッシングがあったんですけど、ドレッシング入れたり、サウザーアイド入れれば美味しいんでしょうけど、ここに、母ちゃんがおかかを置いてたんで入れただけです。ここで、あの人が食べたんです。あの人これ好きなんで。おかかーなんで、かかーなんで入れます。ここにさっきですね、ショート動画でこのおかつをやったんです。これ業務スーパーなんです。両方業務スーパー違うの。かけたらこれは見てください、湿気てました。でも美味しそうに食べてますよ。見てください、私のショート動画。湿気て、湿気た藤尾が美味しくないカツを美味しそうに食べてるやらせ動画を作っております。やらせ動画で思い出ました。食べる前にちょっとだけ。バイクを買ってる人がいるんですよね、沖縄の人で。まあ何百万かする。あれどう考えてもおかしい動画じゃないかなと思います。なんか金利とかいろいろ言ったりとかして。まああの人いつもやってるんで。まあそれで楽しんで皆さん見ていただけると思うんですけど。私もああいう動画作れたら、ただ相棒が怒るんで、私の相棒は。はい。真面目にやっていきます。見てください。バイクを買ってる人の流れがおかしいです。あれ案件です、きっと。はい。豆腐、あ、最近サムネ撮ってないんですよね。だからインパクトが弱いんですよ。豆腐、チャンプルです。これです。ん?で、口を止めてないと、口の調整大変なんですね。開くんですよ。ジーコ開けないんで、開くんですよ。だから最近口を隠すようにしてるんですけども。さっき怒った時は、お前歯かけてるぞって今いつも聞いて大丈夫大丈夫、普通変わらん、変わらない変わらないって言ってるんですけど、さっきこれにかけてこんな風にやってこんなにやって伸びるわけで、ここにかけるかもしれない。嫌だ、ダメだ、ダメだ、私が作ってるケチつけるって言った時に、じゃあどうやって伸ばすんだって怒ったら、うるさい、歯が欠けてるぞって言われます。いつもは歯を欠けてる話しないんです。はい、いただきます。豆腐チャンプルおかかでございます。これがうまいです。何にでもですね、調味料をこうアレンジして食べる。それが出来上がってタコライスになったら、当たり前のようにタコライスはタコライスでもね、カツオ、プーチャンプル、トープチャンプル、流行ったら、やりますよ、あの人。流行らずもできないんですよ。パクリしかできない。めっちゃよかったか聞いて。なんでこれは、食べながらいいですか、話して。なんでこういうのがいいかって言ったらですね、福岡にうちで屋さんってうどん屋さんがあるでしょ。
あの人なんかこの鰹節のメーカーからあれ B 級品の鰹節なんかちょっと安いこのふりかけもらってるんですかね、それとも協力してるんですかね。いっぱいあるんですよ、テーブルにみんなかけてますよ、福岡のうちでは。単にうどんにでも何にでも。で社長に聞いたんですよ、あのこちらあれは勝木さんだったんですけど、勝幸さんだったんです、内田勝幸、まあ名刺見れば分かりますけど、よく仲良くさせてもらったんですよ、内田の社長ですね。なんであれもういろんなのにかけて、あれももっとなんか引き合うんですかって聞いたんです。お客さんが喜んで美味しく食べていただくんだったら、テーブルに置いてるものはどんどん使ってもらって、美味しいって食べさせるのがこの商売なんで、決めつけでこれはあれこうこれああいうのは商売に向いてない。お客さんが選んで選択して美味しい、自分にいろんなものを調味していろいろ、たまに職人いますよ、自分が作ったものに板前さんいますよ、私居酒屋やってる時に、なんかわさびとか醤油つけたら普通で食えって言いますよ、あれはダメだと思います。人間だってさまざまですから、塩コショウ好きな人も塩油が好きな人もいろいろいます。私なんかマグロ、ね、マグロとかは醤油かけないのためですから、鉄器なんで、それを醤油かけるって言う人いますよ。これにおかかつけたら怒られたっていう話から、これは誰のおかげですか、母ちゃんのおかげで YouTube が作れてますよ。母ちゃんのあのアホさ加減で YouTube がいっぱい作れます。だからもう欠かせないアホです。と言いながらもこのぐらいの量あったんですよ、全部食べてます。豆腐ちゃんぽんうめえ、やっぱりうめえ、うん、この豆腐ちゃんぽんうまいよ。普通食堂の豆腐チャンプルとかいうのはこれに豚バラ肉とか豚肉入れるんですよ、うまいんですよ、旨味があって、これ何も入れないでこの味が出せる、あれはプロですよな。うん、早く寝ろ。うんうん、あ、食べたしてるなよ。まあ、食堂やりましょうかね、もう。さあ、あいつだけなんで、悩んでる。自分は何するかだよ。何言うか、なんか、疲れるとか、自分のものを食べて喜ぶって、気持ちがないとダメと、うちで、あの社長みたいに。なんであの人はそんなに目立ってないんですか、いろんなうどん屋さんとか、巻きの、なんだった巻きのうどん、内田屋さんもすごいですよ、いっぱいありますよ、内田うどん、カレーもありますし、だけどそんなに聞かないじゃないですか、九州でも。私だけですから分からない、私は仲がいいんで、仲良かったと思ってるんで。まだあったらいいんですけど、テーブルにおかかいっぱいありますよ、こういうのが乗っかってます。あれはいろんなものにかけてます、みんなバカになったらうどんにもかけてます、それでもいいんだって言ってます。ただ私の失敗がですね、経営が変わって、まあ、例えば息子さんとかが、まあ、引きずると思うんです。息子さんいたんで。息子さんもよく知ってるんですけど、
やめてたとするじゃないですか、カツオ。何を言うんだお前はってまた怒られるんで、皆さん参考にはならないです。もうないかもしれません。もう10年、もう20年ぐらい経ってますから、もうないと思います。ですけど、初代の内田さんもしかり、沖縄の肉屋さんも、スーパーの大変さんとかも、牧野からの牛乳とも、やっぱりお客さんのことを思っていろいろやってるんですよ、内田の社長とかも。ただ経営が変わって、今はどうか分かりませんよ。一番いい例で言ったら、ここに来る肉屋さん、もうあんまり買うのなくなったんですよ。値上げばっかりしてくる、ほとんど値上げバンバン。でもあの社長は元の、まあもう今会長かもう亡くなったのか分かりませんけど、あの人はいい人だったの。お客さんのこと考えて、消費者のこと考えて一生懸命やってたんですよ。経過はあってこればっかり弾いて、ね、特に今穴ができてバンバン納品できて、まあ売り上げが上がってるんでしょうね。自分たちで上がってるって言っていますから、みんな売り上げ上がってるっていうね、考えたらね。でも初代の人たちはそうじゃなかったですよ。みんなそうでしたですよ。ある一例で言ったらですね、まあ、言っていいことか悪いことか分かんないんですけど、まあ悪いことですよ。私本を読んだんですよ。ミッドジャーナルとか、あの、なんかそういう企業の。沖縄のあの大きくなったスーパーさんの、今も常務か分かんないんですけど、専務とか上になってる方。あれ一回みんな降格してました。だから前の前任の一番最初の社長が、そうしたんですよ。で、今這い上がっていったのが今の経営者なんです。経営者とかトップになってる人たちなんですよ。だから原点を見つめて消費者目線でって伝えたかったんでしょう、前社長は。だからそれをちゃんと守ってるところは伸びてると思います。で、それを訴えて銀行員さんとかいろんな人に言っても、もう見ない。自分の知識力しか考えない。逆に僕が外される。YouTube は伸びない。でもやってきますよ。うちの母ちゃんが真面目にやってるんだよ。な、喋らない。寝たい。これ美味しいね、やっぱり。だから、タコライスとか揚げ物じゃないですよ。こういうのがあるから、うちは伸びてるんですよ。なのにね、自分がやってて。とんかつだ、揚げ物だ、メンチだ、タコライスだ。自分が食べても美味しい。
そして朝からとんかつ出してきますよ。で、食べたらおいしいって食べてます。とんかつでやっぱりって言ってますよ。いきますよ。どんぶり根性。どんぶりどんぶりどんぶり。はい、どんぶりです。これお前があれも出してきたかもしれんね。これがうまいっすよ。うん、こういうの孫が見て、じじいは顎だな、こぼしてる。あんまり言いたくないけど、うちの孫のことでですね、こういうのじじいって落ちてるよって言うんですよ。行ったんですよ、3年前。あれ、多分、だから親が厳しいのかな。ねえ。あの子、めっちゃ気にするよね、こういうのね。普通に3歳児の子供が気にしないんじゃん、こういうの。じじ、わっちゃうわっちゃうって言うもんね。顔についてたりすると。だから親が多分言ってんのかな。かわいそうだな。で、俺ついたらバカになるから連れてこないのかな。ねえ。そうだよね、きっと。バカにすられてたらお前じゃないですか。だから自信持ったらいいんですよ。僕もバカに育てて、ちょっとこ時代に育てて生きてるじゃないですかね。みんなも自信を持っていきましょう。あくびすんなバカ野郎。食べてる時にめっちゃ大きいやつ。これですね。このピンクが入ってるとうまいですよ。うん、あれ無理だ。早くもう映って時間がないんだけどね。よし、はい、野菜が少し残ったんで母ちゃんに言えましたよ。あの人は怒るんで見せませんでしたけど、骨食べないんですよ、キャベツの。だから私が今食べます。今から骨なしやろね。もううるさい、睨んでるんですよ、ずっといつも。でもお前は芯がないんだよ。芯を食べないから、キャベツの芯を。うん、あれがうまいね。歯が悪そうになるけど、なんか大丈夫。これうまい。田中、狂人、美味しそうだ。パッケージが変わったな、古いんだ。ねえ。売ってるとこが違うから。ほら、これも田中じゃない。あ、違うや。メーカー違うんだ。メーカーが違います。こっちが私は好きです。なぜ卵入って。でも、トッピングに使うんだったら、あ、見えないか。これいいですよ。いろんなものにトッピング、ご飯と食べるならこれが。お前前いろいろ用途がありますよ。で、うちの母ちゃんはこれが必要。なんで言ったら鉄分、カルチウム。あのいつもイライラしてる人はこれ食べる。カルチウム不足なんで、あれは。うん、これは美味しい。これもカルチウムだ、豊富。いいね。お前これ丸ごと食え。カルチウム不足め。ん？また？また行っちまった。うん。また喋る時間がなくなりました。もうこの辺で。長いね。あんたの動画は。長くてすいません。見てくれてありがとうございます。
まあ、昨日とお客さんまた変なのがいたんでお話しようかなと思ったんですけど、もうやめときます。昨日も変だったですよ、昨日の人も。一番変な人は？そうじゃないよ、これね。最後に流し込む、これが。ごちそうさまでした。ぐる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